アシックス、株式会社アシックスは、兵庫県神戸市中央区に本社を置く、大手総合スポーツ用品メーカーである。アシックス、エイシックスのブランドで競技用シューズやスニーカー、アスレチックウェアなどを製造、販売する。スポーツシューズに強みを持ち、とりわけマラソン競技、バレーボールなどでは、高いブランド力を持つ。現在では、国内の同業海外で、 売上高一位置を誇り、業界屈指の総合スポーツ用品企業の座に、君臨する。海外売上は年々拡大しており、2015年には、海外売上比率76%を達成する、等、グローバル企業として高い知名度を誇る。ブランドコンサルティング会社インターブランドが発表した、日本初のグローバルブランド価値評価ランキング、ジャパン S ベストグローバルブランズ2016では、 17位に選出された。アシックスに社名、商標を変更する以前のブランドであるオニツカタイガーはレトロな雰囲気からファッションアイテムとしての人気を呼び、現在では再び一般向けシューズのブランドとして作り販売されている。また1980年代や1990年代にスポーツシューズの代名詞として使われた。 アシックスタイガーも2015年に復活し、当時使われたハイテク素材に加えファッション性の高さで人気集める。海外にも進出しており、オニツカタイガーが特に欧米とタイで人気を集めている。シューズのほか、スポーツウェア、アウトドア用品等の製造販売、輸入等も行っている。東京五輪が開催される2020年末まで国内最高位スポンサーである。 ゴールドパートナーの契約を東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会と結んだ。2015年3月期の連結売上構成はスポーツシューズ81%スポーツウェア14%スポーツ用品5%となっている。1980年代にはサイクルウェア、レーサージャージやツーリング用シューズも手掛けていたが後に撤退。社名の由来は 前身となる鬼塚紹介企業のきっかけとなった古代ローマの作家、ユーエナリスが唱えた、健全なる精神は、健全なる体にこそ宿るべしという言葉から着想を得ている。メンズ、最地、精神をアニマ、生命に置き換え、アニマ、サヌアインコーペリサノの、各文字の頭文字、ASICS を並べたものである。1977年。 昭和52年の合併時に3社の代表が集まる際に足が6本ある人が3人からアシックス、アシシックスになったという説や足と靴でアシックス、アシックスになったという説があるが事実ではない合併前からアシックスというブランド名は存在していた。鬼塚喜八郎が1949年昭和24年に神戸で起こした 鬼塚商会がバスケットシューズの製造販売をしたことに始まる。その年9月に法人組織の鬼塚株式会社とした。鬼塚は選手や監督に直接意見を聞き、シューズの改良を進めながら全国を営業して歩き、高校の運動部を中心に徐々に鬼塚の製品が売れていった。鬼塚はシューズのブランドを新鮮で印象に残り、 スポーツシューズにふさわしい強さと貧瘡性を表すものとして、トラインとした。虎印の商標権はすでに他社に取得されていたため、鬼塚と組み合わせて、鬼塚タイガー印を横につけ、虎の絵のもとに、タイガーの文字を入れたマークを靴底につけた。ナイキの前身である BRS 社は、アメリカにおける鬼塚タイガーの販売代理店となっていた。スタンフォード大学で、 経済学を学んだ後、1963年、昭和38年に、卒業旅行で、日本に立ち寄った、フィナイトは、オニツカシューズの品質の高さと価格の安さに感銘を受けた。ナイトはすぐさま、オニツカ社を訪ね、アメリカでのオニツカシューズの販売をやらせてほしいと依頼。オレゴン大学の陸上コーチだったビルバウアーマンと、共同で、ブルーリボンスポーツ、 BRS を設立し、鬼塚の輸入販売代理業務を開始した。アメリカ西海岸地域を中心に販売は、好調だったが、その後、BRS は、ナイキブランドを創設。初期のナイキシューズ、コルテッツ等は、日本製のものがほとんどだが、これらは、鬼塚社から技術者の引き抜きなどを行い、福岡のアサヒコーポレーションで生産されたものであり、事実上、 ライバルメーカーへの仕入れの切り替えであった。その後、鬼塚川がバウアーマンが考案したデザインや、モデル名をそのまま使用し続けたために、BRS 社から訴訟を提起され、和解金として1億数千万円を支払ったという。アシックスは、自社で水着など水泳用品も積極的に手掛けており、日本水泳連盟から代表選手のための各種用品を提供する。 オフィシャルサプライヤー企業の一社に指定されている。もともとは、イタリアのディアナ社と提携関係にあり、競栄用もディアナブランドで出していたが、1980年代以降順次自社ブランドに切り替えた。しかし、スピードとたもを分かった水野とは異なり、ディアナ社との関係は完全に解消したわけではなく、ファッション性も重視される女性向けフィットネス用の分野では、現在も、 ティアナブランで商品が発売されている。日本のメーカーだけに特にアジア人の身体的特徴にあった水着開発能力が評価されており、中国などアジア圏では一定のシェアを誇る。専門の社員選手がいるというわけではないが、背泳ぎの中村玲子、東京スイミングセンターと各種サポート契約を結んでおり、中村も商品開発に一定の協力を行っている。 なお、前述の通り野球用品は、クラブの一流ブランド、ベイ・ローリングス社と2012年まで提携していた。他にエアボーンなどと提携している、陸上競技及び、長距離種目、マラソン、駅伝用ブランドとして、混合力士像や歌舞伎の熊取といった和柄、あるいは、ギリシャ神話の軽ケ,ケオ音を用いた、ゴナ、グレートリジェナラティフ・ノーブル・アスリートの略。 1987年から2000年代半ば頃まで、存続、さらには、トレーニングウェア用ブランドベザがあり、ユーザーにも好評だったにもかかわらず、終了している。これらの復活を待望しているファンは存在する。陸上、クリケット、ラグビー、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、 フットサル、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。